ファエトンは母クリメネと暮らす平凡な少年でした。ねえママ。何ですか？ファエトン。僕のパパってどんな人？あれあれ。どうしてそんなことを？みんなが言うんだ。僕にはパパがいないって。うっふ。ちゃんといますよ。え、どこに？なんで一緒にいないのさ。いつも一緒にいますよ。え、どういうこと？あなたのパパは太陽神様なの。いつも天からあなたのことを見てくれてますよ。太陽神って、あのアポロン様のこと、本当なの？もちろん本当ですよ。いつかお会いできるといいですね。うん。何言ってるんだ。そんなわけないだろ。ほんとさ。だったら証拠を見せてみろっての。うん。そりゃ見たことか。バカバカしい。行こうぜ。ああ。あ。そう。嘘なんてついてないのに。うん、白鳥くん、君は信じてくれるのかい？うっふ、ありがとう。ファエトンは白鳥にキグヌスと名付けました。そして二人は友達になり、毎日一緒に遊びました。キグヌス。あははは。ふふ。魚取り競争だ。何年か後？大丈夫だって、キグヌス。ここからずっと東に行けばお父様の神殿があるんだ。一度でいいから会いたいんだ。お父様に会ったらすぐ帰ってくるからさ。離れ離れなのはちょっとの間だけだよ。ファエトンはアポロンの神殿を目指して旅に出ました。神殿は日の昇る東の果て。ファエトンはひたすら東を目指しました。道なき道もどんどん進みました。そしてついに、アポロンの神殿にたどり着いたのです。これは立派な神殿だ。お父様の神殿に違いない。でもどうすれば会えるんだろう。なんだこの不思議な感じ。よく来たでおじゃる、おとう？じゃなかった。アポロン様、ふふ、ファエトンだな。僕のことをご存知なんですか？もちろんだ。天空からよく見ていたぞ。我が息子よ、本当に僕のお父様だったんですね。そうだとも。よくここまで来たでおじゃる。立派であるぞ。僕、お父様に一目会いたくて、ふむ。その心意気、気に入ったでおじゃるよ。何でもお前の望みを一つ叶えてやろう。え、そんな僕、望みなんて、ふふ。遠慮は無用でおじゃる。では、太陽の馬車に一日だけ乗せてください。え、誰も僕がアポロン様の息子だと信じないのです。太陽の馬車に乗った僕の姿をみんなに見せたいのです。む。しかしあれは取り扱いが難しいでおじゃるよ。いくら私の息子とはいえ、人間のお前に制御できるかどうか。ほんの一日だけでいいんです。む。ま、いっか。わーい。起動完了。カタパルト接続。システムオールグリーン、進路クリア。行きまーす。あ、おやれ。ファエトンじゃないか。太陽神様の息子って本当だったんだ。すげえ。だいぶ慣れてきたぞ。あ、手綱が。あわわわ、どうしよう、これじゃ制御できない。制御を失った太陽は大きくコースを逸れ、乱高下したり、強烈な熱を放ったりしました。地上では次々と火の手が上がり、海が干上がっていきます。でも、
ファイトンにはどうすることもできませんでした。これなら通るかな。ドン。また。ゼウス様、全知全能なのに弱いですわね。当てなよ、お前は手の上に、勝利の女神、ニケ、を乗せてるではないか。おほほほ、それがどうかしましたか。そんなことされたら絶対に勝てない気がするんだがのう。おほほほほ、どうかされましたか。地上が大変なことになってるの。海もほとんど水がなくなっているではないか。え、ほんとですか。ふむふむ。太陽が暴走しておるの。それは一大事では。まったく、負け続きでイライラしてる時にビリビリするだっちゃ。うわー、怒ったゼウスは雷を放ちました。ゼウスの雷で太陽は勢を取り戻しましたが、ファイトンは衝撃で吹き飛ばされ、エリダヌス側に落ちていきました。それを見ていたキグヌスは急いでエリダヌス側に向かいました。キグヌスは必死でファイトンを探しました。しかし、空から探しても見つかりません。何度も水の中に頭を入れて探しますが、それでも見つかりません。キグヌスは諦めることなく、ファイトンを探し続けました。何度も何度も水の中に頭を入れ、ずっとずっと探し続けたのです。キグヌスよ、我が息子をそんなにまで気遣ってくれるとは。だがもうあの子はこの世にはいないのだ。キグヌスよ、私からのお礼でおじゃる。アポロンの力によりキグヌスは星座になりました。星座になった今でも、キグヌスはずっとエリダヌスの川面を見つめ、ファイトンのことを思いながら、天の川の上を飛び続けています。ご視聴ありがとうございました。